わあ、治った。よかった、治った。こんばんは。再起動したら治りました。ごめん。さっきもまた治んなかったの、横のやつ。ポン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 。ドゥ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 。こんばんは。メイクが間に合わなかったよ。チョン。あれ？首が曲がった。あれ？なんでだ？治っとる？画面戻った。でもね、さっきまでまた戻んなくて、あれってなって一回消してみたんよ。消したというか再起動したら治りました。そう、みよん。治ったよ。アシカさんとのツーショット良かったですか？ありがとう。今日はこちらリンゴヘア一応。これミョンってなってるの嫌だ。ここでメイクする人。まつげができた。まつげ完成。でも。いつもだったらもっと取れないまつげのやつ使うんだけど、これはなんか試供品としてもらった水ですぐ落ちるやつやけん、配信の時はこれ使ってる。朝から公園とかっていう日はなんか落ちないやつ使うけど、そう、ほらほらほら、結べ結べ。結べ結べ。いや、結べ結べ。よいしょ。落ちくたびでも、ごめんなさいね、遅くて。なんかピョンってなってる。いっか。今日で小学校から2周年ね。2周年、私も見た。2周年だし早いよね。
この間まで私昇格ツアーみんなで一緒にやってた気持ち。たて治りました。たてよかった。でもあの時の昇格する前のももを見たら今以上に幼くてびっくりするそう、なんかね、あの時はまあ前髪があれで、すっごい割れてて、今は結構割れてないって言われるけど、あの時はめっちゃ割れてる。画質落ちてる？なんでだろう。なんでだろう。さつきさん中島さんじゃないっけ。元にもあれじゃない、こっちにしたら高いんじゃない、こういう仕組みになってるのかな。縦だったら画質いいのかな。わかんないけど、え、違うかな。縦だと、そう、中島さんがね怖い発表の仕方するから、もう中島さんもあの台本通りに言ってるのはわかるけど、あの怖い発表の仕方するから、あの私がもうその言葉を信じきってみたいな顔してるんですよ。で、本当にこうしっかり騙されてるんよね。そう、アップになってたよね、あれ。めっちゃアップになってて、ね、めっちゃリアクションしてて自分がびっくりした。リンゴちゃんだ、リンゴだよ。リンゴと今日はリンゴちゃんにしました。お待たせしました、お手紙。そんな記念に送る。ありがとう。待ってるね。ファルコのリンゴ飴食べてない。噂は聞いたけど、噂っていうか、そういうお店が、あれは限定なのか分かんないけど。あ、半年限定なんだ。あ、めちゃ並ぶの？じゃあもうちょっと経ってから行こう。しばらく街に行ってなくてね、知らなかった。売り切れてたんだ。食べたい。食べた人いるかな？有名なところ、わかんないけど、なんか有名なとこかね。でも行きたいなって思ってたもんかも。
大観山っていうの、少し落ち着いてから。そうやね、こんばんは、こんばんは。行ったらしい。そうだね、食べてる写真、食べてる写真とか。桃が好き、桃が好き。おでこ今日そう上げる、上げるつもりなかったけど、レッスンでさ、前髪がさ、ちょっともうあのね、へにょへにょになった。サブ会追加したありがとう、待ってるね。パシャパシャ。おでこだし、リンゴですか。ありがとう。おでこ広くなった。いや、おでこはなんかめっちゃ広い、もう狭いもない気がする。普通かちょっと広いぐらいだと思います。こんばんは。イミリーさん、筒子のチケットの申し込みね、始まったみたいで。頑張ります。男子よりおでこ広め。そうかね、女の子の方がおでこ広いんかな。どうなんだろう。どうやっけ、カメカタセカメ戸籍でも、カメ戸籍じゃなくて全然どっちでも嬉しいよ。連続でイベントとコンサート、ありがとう。そう、出演させてもらいます。大阪で撮れたらなと。撮ってくださーい。パシャパシャ。 NST マッチ、そう、ありがたいことに出演させていただきます。頑張ります。NGT さんに会えるのかな。会いたいです。失敗したわ。前髪くくり直したら失敗した。ねえ、そう、はるかさんに会いたいんですよ。会って写真を撮りたいんですけど、会えたら嬉しいなと思っています。横向きだったの最初治んなかったんだけど、再起動したら治ったよ。キャー、困った時の制限。そう、
ハマった時の再起だ。ビヨンってなってる。こんばんは。もーちゃん再起動？にょーん。にょーんってなった。難しくなっちゃった。こんばんは、こんばんは。リハの時はこの子、うん、下ろしてるよ。跡がついちゃうから。よさこいももは小学校4年生の一番最初のよさこいの時の写真をファンクラブに載っけました。人生で初めてかな、よさこい。眉毛がけど眉毛見える。打ち上げの詳細はそうだね、まだ出てないよね。コンサートで NGT さんの曲、どの曲聴けるかな。今日はでもそのツアーのレッスンがあったんですよ。そう、頑張ります。ちょっとこの期間ツアーが空いてたから、また練習いっぱい頑張って。小4だとしたら意外と年数多分そうだと思うよ、小4の時は。上町で、そう、上町で踊ってました。上町、上町、上町、ちちちって踊ってたよ。ファンミもね、まだ思うかも聞いてないんだけど、みんなと早く会いたいな。ソーランしてた。ソーランおむすびは授業ではやったけど、あれはよさこいよ。どこいしょ、どこいしょ。授業でやったかな私。いや、女の子やってない気がする、ソーラン節。徳島だったけど、謎にしたぞソーラン節。ソーラン節ももはやってないけど、女の子はよさこいやって、男の子がソーラン節やってた気がする。でそれを私が真似してた気がします。ソーラン節楽しそうじゃない？私ソーラン節の方がやりたかったんよ。体育の授業、うん。ソーラン節の方がやりたかった。よさこい、よさこいもいいけど、よさこいをやってたから夏に。授業でやるのはソーラン節が良かった。そこは赤メタル使う。あれは私はよさこいって踊る会場、いろんな場所を回るんですけど、花メダルをもらえる場所とか、いろんな別のメダルがもらえる場所とか、こういうキンキラの、キンキラっていうかな、こういう丸いよさこいならではのあのメダルがもらえる場所とか、場所とかいろいろあって、花メダルを
もらうのはちょっと難しいんですよ。でも私小学校4年生だけかなもらうことができて、そう、それで場所によってメダルが違うんですけど、上手に踊れてもらえるの、上手に、まあその時たまちゃんの花メダル配ってくださってるか、配って、くれてる方がたま、まあモモのことを、モモのことっていうか見つけて笑顔がいいなとか、あの子笑顔がいいなって思って見て見つけてくれた子に、何でも踊りが綺麗とか笑顔が綺麗とか何でもいいと思うんですけど、いいなって思われた方がもらえるやつで、そう、でも結構その花メダル配ってくださってる方がいる前をこう結構進まんと意見振り合ったりしたら、そうなかなか見つけてもらえなくて、そうそう、だからその時その時にもよるんだけど、そう歩きながら踊るから、そうまず見つけてもらってプラスこういいなって思ってもらえたらもらえるんだけど、だから小4だけもらえたのかな、だからあの今日載せたやつは涙の目線え、しないよキラキラ光るやつつけるダメダメだって揃えないといけないから、アピール、え、でもなんかアピールっていうよりはもう本当に見つけてもらっていいと思ってもらえるかって感じかな、あんまりみんなジロジロ見とったらあの子メダル欲しいんだなってめっちゃバレちゃうよバレるよ、バレたらか、いやバレたらあかん、いけないとかではないけど、結構ジラジロは見ない気がする、もう自然に踊ってるっていう感じかな、それでもらえたら嬉しいなっていう感じだと思うけどね、みんな。公演の時のおもちゃん素敵なのでメダルあげる、ありがとうメダル欲しそうな顔しないね、なんかよ、そんなにちっちゃい頃とかだったらなんかみんなメダルが気になってそっちの方ばっか見ちゃってるかもしれないけど、もうある程度大人になったら見てない気がします、みんな、そんなに多分だけど、なかなかもらえないから、もらえたらラッキーぐらいかなやったねーぐらい、本当にカメラを反対して、カメラはそう見ちゃうけど、そのメダルのやつは見ないよ、花メダル以外も、あ、なんか丸いさ、なんて言ったらいいんだ、コインみたいなメダルは結構いろんな会場でもらえたりするよ、けど花メダルとかはちょっとむずいっていう、難易度がちょっと高い、もらえるのが、私1個メダルもらっても2個目もらえるのも結構難しい。でもなんかももは高知駅の前で踊る会場があって、毎年今も多分あると思うけど、
ももがまあ踊ってた時があって、そこのもうメダルがすごい可愛かったんよ。なんかデコメダルみたいな、デコられてたの、いろいろ。すごい私がそれ欲しくてそれ本当に欲しかったんだけど、もらえたことないですね。木のメダルもある、もらったことあると思う。私どこかでもらえたことがあるけど、そう、なんか可愛いメダルがあってデコられてる、それすごい欲しかったね。そのメダルは、うん、お家にあると思うよ。メダルネタもどっかに保管されてるはず。もう次結構 いつ踊れるかも分かんないからさ。ねえ、ちゃんとメダルの数競ってたかな。でもなんかでももうよさこい、うん、競ってたかな。まずもらったっけな、そんなにいっぱい。大人になるにつれね、なかなか。新潟県に来てくれるんですね、楽しみ。うん、行くよ、頑張ります。花の形してるよ。ファンクラブの時に載せた写真、今日載せた写真がなんか鼻のやつつけてると思うから、もしよかったら見てみて。なんか鼻の赤いやつがついてると思う。来年踊って、踊りたいね。メンバーで本当に踊りたいんよ。もうそのメンバーでチームを組んで、例えば勝手に四国のみんなで組んでとか、みんなで組んでとか、組んで踊りたいけど、高知県は瀬戸内七県じゃないから難しいのかなって思ってる。結構大きな目、そう気づかなかった。あ、見て見て、ファンクラブのところにあるよ。SDU 連とか、そう、 ST48 連みたいな感じで踊りたいなと思ってるんだけど、よさこいで選ぶなら、いや、みんなね、だってよさこいってこう揃えるじゃないですか、列とかも。けど私たちもいつもこう揃えるっていうか、列を揃えたりするのをやってるからみんなできると思うよ。だし表情もみんなやっぱ普段からアイドルしてる分輝いているので、みんなだからこう STU で組んだら素晴らしいチームができると思うよ。ペンドレニーズあったと思う。たみんな鼻メダル全員豪華だね。でもよさこいは40分間ぐらい永遠に踊り続けて、進みながら、しかもすごい暑い中踊るから、いつも私たちが踊ってる振りよりはもうちょっとしなやかな綺麗系の踊りだと思う、よさこいは。もうが最後踊ったダイヤモンドダイニングさん結構激しかったけど、基本よさこいはなんか綺麗に踊る感じの、激しめっていうよりは本当に綺麗に揃えるっていう感じだと思う。なんかのファンミネまだね出てないよね。なんかもわかんないんだ、まだ。
悲惨な企画が。そうだね、そんなに5分くらいで別に結構ね毎年やっぱり結構暑かったりすると体調崩しちゃう子とかもいたりするし、モーカも踊っとってこうちょっと暑くなってきたってなるけん、そう大変な時もあるけど、やっぱり楽しいよ。こんばんは、こんばんは。夏を感じるね。私のおちゃん元気す夜なのに元気だよね。あれ夜だから多分結構昼も踊ってるはずなんだけど、顔がなんかみたいな、なんかみたいな感じだから多分うん元気だねしかも小4とかより元気よ。一番モカの元気時代。でも今もこの間のサマステに出演させていただいた時は外で何分ぐらい踊ったっけ、40分ぐらい踊ったのかな、30分40分ぐらい踊ったけ前より体力がついてきてる気がします。ぬさこいの写真は小4ですね。こんばんは、こんばんは。よさこいは夏以外にも高知に行ったら結構イベントで出てたりするね。でもあのよさこい祭りは夏だけなんだけど、よさこいはちょくちょく見れるよ。いつでもすごい愛用祭りとかではないけど、高知駅のあのなんかステージみたいなところでたまにやってる。サマステ、うん、暑かったけどでも楽しかった、めっちゃ。そう見てる、そうファンの方がすごい暑かったと思うから、私コールも頑張ってくれてるからずっと暑いやろうなと思って、そう。札幌や東京、そういろんな県でやってるかも。去年があったからより楽しくて冷まして、そうだよね。もーちゃん日焼けして、してると思う。小学生の時めっちゃ日焼けしてると思う、よさこいで練習もしてたから。みせんちゃん、みよしさんに似てますか発声練習してます。コールとか声小さいで、いや重いやけん大丈夫よありがとう。練習も外、外の時もあれば中の時もあったりみたいな、チームさんによっても違うと思うよ、場所が、練習場所が。よさこい運動会とかで広まってるからいろんなところで、うん、見れる。フラワーでね、よさこいやってたよね、結構いろんなとこで見れるよね。そう、子供の頃日焼け気にせずだったからめっちゃね日焼けしてた。
くひどくなって、そう最近はあんまり海とかにも今年そのこの間桂浜行った時に見たけど海は海に入ったりプールに行ったりとか一回もしてないから焼けなくて、あんまりあと一日中外で遊んだりすることがほぼなくてだから焼けなくなっちゃったの。だからね、そう白くなったの。ライト焼けってするんかね。してないと思ってたんだけど勝手に。リンゴフェアのほんまに。もともと白い方なのかな。生まれつきはどうかな。どうだろう。でもめっちゃ小学生の頃は外出すぎて日焼けしてたからねでも最近は気をつけてる、なるべく。意外と焼けた。あ、竹でね。そうだよね、もーちゃん日焼けのイメージないから小さい子の写真。そうよ、そうだと思う。めっちゃね、中学生の時も日焼けしてたから。そう、今は多分あんまイメージないけど、昔はそう元気っ子だったからずっと外いたんだもーちゃん行こう、美白ありがとう、頑張るね頑張る。日焼けしたらそう痛いよね。高知の方言は少し強めな感じがグッとくるもん可愛いよね。昨日さ、昨日だったっけな、わかんないけどね、私ねパッと出た時にすごい昨日土佐弁を、リコちゃんの前で土佐弁めっちゃ使っちゃった気がする。なんかなんて言ったっけな、あ、もっちゅう持ってるって聞かれて、もっちゅうよって言って、あっって通じるかなと思って、多分通じたけど、あんまり普段出ないのに、なんか出たんだよね、昨日とか一昨日どっちか忘れちゃったけど一瞬心の中であっってなる。何の話か忘れちゃったけど、何も、持ってるみたいな、なんか持ってるみたいなやつの時に、もっちゅうよって言った気がします。やろうと思えば配信も落とされない、できると思うけど、でも会話の方がねもう出るんよね。そう、山口弁って返してけど、確かに持ってない時、あ、持ってないって、持ってないようだよ。あ、分からん、もっちょらんっていうのかな。ももは持ってないって言ってた気がする。うん、そう、話の流れではね理解 してもらえるけど、結構こんばんこんばんは。空いている方がです。うん、多分ここにねむこちゃんを召喚して喋ってもらったら出ると思う うん、ママも出る。もうが好き。ほ
冒険出やすくなる。そうなん、誰か話せる、そう人がいたら出やすい。召喚魔法、うん、ここに泊まりに来てくれたら ずっと喋ってる。せんちゃんって可愛いな、ありがとうもーちゃんとツーショットおいでここにいたら声だけど、え、出てくれると思うよ、声は。お顔は NG でも声は出てくれると思う。家族の中で一番土佐弁強いのはパパさん。ママセンの方が強いと思う。っていうかママッセンの弟が一番強いママッセンの弟本当になんかずっとイメージある姉ちゃんもね、お姉ちゃんと話してたモデル、仲良し。でも最近会ってないけど、ママよく来たねって言われます。ちおんちゃんって呼んでるんですけど、ももの言い方がももって言います。そんな感じ、うん、今めっちゃこんな感じだなって思った自分で言いながら。でもなんか前ちっちゃい時にあの車にテレビがついてるやつ、テレビっていうかちっちゃいさあるじゃん、なんて言うんだっけあれ。まあでもももがアニメ見てたんですよ、ちっちゃい時に。カンナビみたいな、そう、そんなやつからなんかアニメ見てたの。そしたらママとそのママの弟が本当に声がでかくて、もうめっちゃ声がでかくて、私のアニメの音が全部消されたのよ、その二人の声によってもう全てかき消されて、前でずっとここで喋ってるから、ここからの声が全然この聞こえなくて、ももがもう嫌だって、もう静かに、もうちょっと静かに喋ってよって言っても仕方ないって言われるの。もう声が大きいのは仕方ないことやって言われるから、そのだからあんまりその二人が揃ってほしくないんですよ、ももはもうすんごい、もうすんごい声だから、その二人とは一緒にあんま車に入りたくない。でもどっちかというとパパはですね、声があんまり大きくなくて、そう、あ、でも最近私の声がうるさいってお母さんに言われる、なんか最近声やばいよって、思うかも。
ールお願いして。確かにでかそう。笑い方嫌な声の声がなんかうるさいって。張り合うように声ですか。うん、ね、ママも声でかいけど、もうそれ以上にその私のおんちゃんがもううるさすぎて、うるさいって言っちゃいけないけど、声がもう爆発的に大きくて、店員さん呼ぶとき分かる。私も気づかれない、人見知りしちゃう。話し会では声でかいよ、うん、すごく特別に声が大きい。こんばんは、こんばんは。召喚すんの久しぶり。最近全然会ってないけど いとこはいっぱいいますよ。私何人いるんだっけ、8人います。いとこめっちゃ可愛い赤ちゃんがいるんだよ。同い年の子もいるし、お姉ちゃんの人もいるし。テンション高めだから、そう、個別は大きいと思う声。もーちゃん何番目、もーちゃん何番目なんだろう、ちょっと待って、もーか何番目なんだろう、待って、まずん、いやでもお姉ちゃんが一番上のはず、私の。5番目と6番目ですね。私同い年の、私の同じ誕生日に生まれたいとこがいるので、その子と一緒です。なので5番か6番目ぐらいです、上から5、6の一緒だからさ、どっちがあるとかない。そう、あでもどっちが先に生まれたんだっけ、忘れちゃった。でも誕生日が一緒なんですよ。で一緒の年だから、でその下にも4人、うん、そしたら何になる あれ何人になるっけ分からなかったダメだ、おかもう今自分がいとこ何人おるかも分からんなってきた。あ、そっか、お姉ちゃん今入れてるからか。ん？お姉ちゃんいとこじゃないぞ。兄弟か。兄弟姉妹。まあでもそう。ジェンター合わせてもお姉ちゃんが一番上ですね。真ん中ぐらい、そうだね。年下の方だった気がするけど、赤ちゃんが生まれたことによって真ん中ぐらいになった気がします。年も誕生日も一緒のいとこって聞いた。珍しいよね多分。でもそのいとこちゃんはずっと会ってないから、今どんな感じで私たちが喋るかわからないけど、会ってた頃はすごくなんか私のことを結構人、すごい人見知りの子だったんだけど、子なんだけど、だったんだけど、めっちゃなんか心開いてくれてた気がする。似てるの、似てるの、似てる、似、どうなんだろう。でもどっちかというと綺麗系なお顔気がする。その子かわいいよ。
かも真剣そうね、もうかも、もう子供じゃなくて、そういつかはなるのよ、いつかはお年玉をあげる側にもうなるのかもしれない。あれ、モンカって誰にお年玉あげないといけないんだよくわかんなくなっちゃった。将来ラキくん、ラキくんにはいつでもあげるよ、ファンに行くお年玉ですって。あれ、モンカ誰にあげなきゃいけないんだ。私に行くの。カイン。ママッシュの弟はもうもらう側よ絶対。違う。アイリちゃん。アイリちゃんにあげるの？あの子全員か。分かっちゃう。他の全員。他のじゃあ手作り、手作りのお年玉。確かにもうさ、そのいとこでもちっちゃかったらいとこが。私ただいなんかてか、あのお年玉じゃないけど、その赤ちゃんのいとこ、赤ちゃんもう何歳なんだろう、わかんないけど、赤ちゃんになんかおもちゃを買いたいんですよね。何が好きなんだろう、アンパンマンかな、すみっこ暮らしとかかな。ポケモン、いやどうなんだろう、全然合ってないからな、わかんないんだよね本当に。年の離れたいとこに落としてもらって、お、じゃあ私ももう渡す側かも。アンパンマングッズ、ちいかわも確かに好きかもね、ちっちゃい子。聞いてみよう、そういうの選ぶのも本当。でもその子と毎回会ってるわけじゃないから、何を持ってて何を持ってないかが分かんないから、お年玉っていうか、なんかお年玉っていうか、おもちゃを買って買って渡したいなって。まだだって多分お年玉もらっても嬉しい、まだ年じゃないから、小学生とかになったら嬉しいかもね、お年玉もらえたら。おもちゃの方が今嬉しいんじゃないかなって。サンリオね、かわいいね、私も好きだったな、サンリオちっちゃい、今も大好きだったわ。昔はマイメロちゃんとかも好きで、今はマイメロちゃんとかペックルが増えたね。お年玉あげてもお母さんもらう、え、たまにいるよね。なんかお友達が結構なんかお年玉もらってもママが預かってるみたいな、使われてるわけじゃなくて預かっとって、なんか貯金になるみたいな。それはでも将来的にいいじゃん、いいよね、その貯めてくれてるって。でもその時はなんか使いたかったんやね、使いたかったっていうか福袋とか買いたかったから、もかはお年玉しっかり使ってました、しっかり。何も言われんかったよ、ママとパパが今は使っときみたいな。そう、
なんかもうかも貯めようかなとか言ったことあるよね、小学校の時。なんか誰々ちゃんお金貯めてるから、貯金してるから、もうかもお年玉半分ぐらい貯金しようかなって言ったことあるけど、使っときみたいな感じで言われた気がするこんばんは、こんばんは。珍しいんかね。マイメロのぬいぐるみいっぱいですありがとう、絶対かわいいね貯金箱。あ、でも貯金箱には入れてたよ。なんかそんなにお年玉をもらっても、その使っていいよとは言ってもらえるけど、なんかそこまでなんかこれが絶対欲しいみたいな願望があんまり昔なくて。そうなんよ。だからまあ、あった時もあったけど、私なんかこれ欲しいあれ欲しいみたいな子じゃなかったから、結構ゆっくり使ってたかも。そう、え、ペックルいつぐらいだっけな。ペックル、お菓子欲しい、うん、お菓子は欲しかった、確かに。私なんかお小遣いを貯めて、そう、なんか300円くらいのお菓子をお小遣い我慢して、何日間かお菓子我慢して買ってた。今でも、うん、今でもゲームとかも、いやでもなんかお年玉は、ちゃ、お年玉じゃないお年玉じゃなくて、誕生日のプレゼントとクリスマスはだいたい 3DS のカセットだった。だから当時はたまごっちのカセットとか、動物の森とかマリオとかを買ってもらってやってたね。定番、そう、いつもカセットもらってた。席はね、前よりはマシになったよ。あ、そうだ、今日たまごっちのガチャガチャ見つけたんよね。これなんかたまごっちの、昔のたまごっちのやつの指輪みたいなやつ、可愛くてやった。可愛いよねこれ。結構ゲームは、そう、やっぱり携帯、スマホ持ってなかったから、私がやるのってその 3DS とかだったんよ。結構さ、今時の子は親の携帯とかを借りたりするけど、そのスマホというものがなかったから、ずっと 3DS してた。キャー、かわいい。開けてみようか。一斉のたまごたまごたまごち、すなわち友達、たまごたまごたまごち、いちがちびりまち。私が当たったのはね、親父ちじゃなくて、なんか、かわいいこれ、マルッチめっちゃかわいいじゃん。私が当たったのはマスクッチなんですけど、個人的にはマルチかわいいな。
あ、ゆめりんさんのやつ見ました。すごかった本当に。だって目隠ししてるんだよ。すごかった本当に。しかも最後もあと本当にあとちょっとで、本当に本当にすごいすごいって思いながら見てました。あと応援してる気持ち、応援しながら見てました。そう TVer で見たんですけども、かそうです、3人中その1人で1人だけクリアで、その最初のステージでも難しかったんだなって思って、でもすごかった。最初のステージでもめちゃむずい、絶対難しいしさ、運転もすごい、そうそう すごかった。そうなかなかさ詳しくてもさ難しいじゃんやっぱり。なのにあんなに、しかも目隠しめっちゃすごかった。そうもちろん見てましたよ。感覚で忘れて、そうそうすごい見て、見えててもさ運転難しそうだなって思うのに、プラスそれがこの状態で、絶対ももだったら分からんって思った。分かんないよ本当に、あーってめちゃめちゃすごいなって思って見てました。そうあとゆみりんさん綺麗で可愛いなって思いながら見てましたけど、出発のね、出発の時のやつも良かったね。前にやった時は僕を見ててもなんか、でもやっぱ見えてても難しいんだよね。もーちゃんならどんなチャレンジ、ももかなんかできることあるかな。無隠しって太鼓立ちできるかな。もう何ヶ月も練習したら魚さばきチャレンジ危ない、危にゃない。目隠ししてマリオカット、ブンブンブン、フラフーパイアトリーの確かに目隠しバージョンは頑張ったら、頑張れば、いやでも難しいかな、でも頑張れば。これ取り出せないのかな、やぶん、あ、そんなことなかった、やぶんなくても。モカさんのサイリウムカラーピンクとエメラルドグリーンです。新潟大学も楽しみにして、モカも楽しみにしてます。分かんない、どの指に、あ、これでいいか、かわいいたまごっち。薬指じゃなくてよかったこれはおもちゃだから。見えないね。1月10日と3月3日のオンライン話し会追加が当選して、ありがとう。たまごっちって結構
たまごっちとにゃん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 。かわいい。ぜひやってみて。ガチャガチャにやります。ピンクもゲットした。でもこれ水色なの。緑に見えるかも、これ映したら。実はね、緑は今回色にないんだ。うん、緑に見える。水色なのに配信に映すと緑だけど、水色だよこれは。そう、かわちい。マルチかわいい。私この白いやつ欲しかったんだけど。えめぐりっぽくね、見えるよね映ったら。私も見える、ここで見たら。けどこう見たら水色。かわいい。STUカラーだよ。戻らない。あ、戻った。戻りました。かわいい。飾りたい。STUは水色のイメージだと思うよ。腕に巻くたまごっち。なんか新しいのあるよね。何して。今何時の。いつにも増してこいけど、可愛いですか。ありがとう。13分、10時かな。か、そっか。じゃそろそろ読もうかしらね。うん、ちゃんと声と虫の声に癒されて。よかったです。今日も楽しかった。もんかもちょっとこの後覚えるものがあるので頑張ってきますね。今日も配信寄せまして、もんかも楽しかったよ。ありがとう。頑張れ、頑張るね。ありがとう。ゼータさん、星ありがとう。幻さん、ハートありがとう。ドラガンさん、ハートありがとう。中地さん、ハートありがとう。プさん、キノコありがとう。マルコさん、星ありがとう。ダイちゃん、ハートありがとう。フミさん、ハートありがとう。ミカンさん、ハートありがとう。トシさん、キノコありがとう。ダイちゃん、コバありがとう。シヤさん、ハートありがとう。トシさん、ハートありがとう。リマルちゃん、ハートありがとう。シャイダーさん、ハートありがとう。頑張ってね、ありがとう。10歳のザッキーさん、あ、間違えたごめんよ。10歳のヒデくんさん、ありがとう。12のザッキーさん、ありがとう。11のペイスさん、ありがとう。10位の今日も近い近いもかが大体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 レスキピョのトシさん、ありがとう。ありがとう。もうよ。4位のふくちゃん、ありがとう。でこだしもりだいふこだし
リンゴヘア可愛いかもちゃん最高です、ありがとうリンゴちゃん8位のユウさんありがとう、7位のゼタンさんありがとう、練習頑張って、リンゴも可愛いありがとう、頑張りますありがとう、6位のマルコさんありがとう、ヤンマガウェブ延長したよ、最後まで頑張ろうありがとう、見てくださったら喜びます、見てくれてありがとうね、本当嬉しい、5位のドラガンさんありがとう、デコ出しリンゴヘアもちゃんめっちゃ可愛い、またするねありがとう、4位のコージさんありがとう、リンゴヘア可愛いライブでやってまた機会があればなんかでやりたいです、ありがとう、3位のスバルさんありがとう、2位のターさんありがとう、今日で昇格発表から2年、これからもよろしく、ハズナよろしくよろしくね、ありがとう、1位のお疲れさんありがとう、ありがとうございました楽しかったです、よかった、今日は美人さんでした、ありがとう、サウロンさんハートありがとう、スムキジュさんハートありがとう、練習頑張ってね、頑張るよ、おやすみ、またね、ありがとうございました、バイバーイ、おやもも。